はい、皆さんこんにちは、グッチフィルムです。本日もご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは映像制作に関する機材や編集方法、それから作例なんかもたくさん投稿していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということで前回に引き続いてダヴィンチリゾルブのフュージョンを使ったチュートリアルについてやっていきたいと思います。前回の基礎編の方まだ見ていない方はそっちを見てからこの動画を見ていただいた方がより分かりやすい内容となっていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ということで早速やっていきたいと思います。で、今回はオープニングで流した映像の中に、いくつかフュージョンを使ったクリップを入れているんですけども、そのやり方についてチュートリアル形式でやっていきたいと思います。で、基本的にはもうそのいくつか入れてるフュージョンクリップは、ほぼ同じ作り方で作ってるんですけども、その中でも特に、シンプルなデスクの上にアイスコーヒーが現れるという、そういう映像をフュージョンを使ってやっていきたいと思います。はい、ではまず映像クリップを作っていきたいと思います。デスクにアイスコーヒーを置いた状態と、それから何も置いていない映像の2つを用意します。で、この2つの映像をトランジションさせるので、基本的には三脚を使って定点で撮影します。で、ここで1点だけ注意なんですが、撮影の設定でオートフォーカスではなくマニュアルフォーカスで撮影してください。で、オートフォーカスだとグラスにはフォーカスするんですが、グラスを手に取った後に、若干フォーカスがずれたりして画角が変わったりするので、基本的にはマニュアルフォーカスで撮ることが大事かなというふうに思います。で、あと次の映像とのつながりも考えてグラスを手に取るところも撮っておきます。はい、ではここからはPC の画面で説明していきたいと思います。で、まずですね、先ほど撮影した映像をエディットページのタイムラインに載せてます。で、そうですね、今回は何もないデスクからアイスコーヒーを出現させるので、上側のクリップがアイスコーヒーの映像ですね。で、下側が何も置いていないデスクの映像になってます。で、この2つを重ねてます。で、次に今回はだいたい5秒ぐらいでトランジションさせたいと思うので、この中の真ん中の5秒を切り取りたいと思います。はい、で、そうですね、もう前後の必要のないクリップは削除しておきます。はい、この状態までできると、次に真ん中のクリップを2つとも選択して、右クリックで、上から2つ目ですね、新規フュージョンクリップっていうのがあるので、これで新規フュージョンクリップを作ります。はい、で、これで準備は完了なので、ここからフュージョンページに行って編集したいと思います。はい、フュージョンページです。で、下側にはそうですね、フュージョンページで編集できるクリップが3つほどありますが、今回はさっき作った真ん中のフュージョンクリップを編集していきます。で、前回のおさらいにもなるんですが、メディアが2つ、マージノードで接続されています。で、黄色の矢印が背面側のクリップですね。で、緑色の矢印が前面側のクリップになっているので、この場合前面が、これですね、アイスコーヒーで、背面が何もないデスクの映像となってます。で、ちょっと位置関係を分かりやすくメディア位置を下にしておきます。はい、ではここからエフェクトをいろいろ追加して作っていくんですけども、最終的には結構複雑なノード構成になるかと思うので、段階を踏みながら解説していきたいと思います。で、まずはデスクに下からアイスコーヒーが出現するっていうような映像までを作っていきたいと思います。で、やり方はですね、前回テキストを左から出現させるっていうようなことをやったんですけども、あれと同じようなやり方で作っていきます。
で、まずメディア2の方ですね。マスクで、アイスコーヒーだけを、囲んでやりたいと思います。で、マスクは前回もやったんですが、この四角形ですね、レクトアングルノードで、それに、マットコントロールノードを追加して、レクトアングルノードから右クリックの、ガベージマットを選択。はい、メディア2からマットコントロールにもつないでおきます。はい、で、中央部の四角にマスクがかかった状態になります。まあ、映像としては反対なので反転をチェック入れて、で、あとはマスクの大きさを調整していきます。はい、この感じですね。もうざっくりでいいです。で、これを下から出現させるので、まあ、ある程度進んだところ、タイムラインから今のマスクかけたものを一番下に持ってきます。はい、で、ここでキーフレームを打って、で、少しタイムラインを進めて、はい、上に持っていくと全体としては下からこんな風になります。はい、とメディア1ともつなげてやって、全体どうなってるかっていうと、何もない状態からアイスコーヒーが下から出てくるっていうような単純なこんな映像になってます。で、ちょっとエッジが気になるので、少しソフトエッジをかけてやります。感じですね。はい、で、次にオープニングの映像にもあったんですけども、細かな粒子が集まってみたいな、そういった映像になってたかと思うので、それをちょっと表現していきたいと思います。まずですね、その粒子を画面に表示させてやる必要があるんですけども、それがこれですね、 P エミッター。で、P エミッターはこの P レンダーとセットで使ってください。で、これを黄色の矢印でつなぐと、こんな風な画面が出てきます。今ですね、 3D になってるので、ちょっと今回はもう 2D でいきたいと思います。ちょっと分かりにくいんですが、画面の中央に点々があります。で、ちょっと分かりにくいんで、点の数を増やしてやりたいと思います。領域もちょっと広げてやると、こんな感じですね。白い点々が画面の中央に出てきてます。はい、で、これを、そうですね、ちょっと気流みたいなのを当てて、この点々をなんかごちゃごちゃっとやってやりたいと思います。シフトスペースで、そうですね、P タービランスっていうことで PT で打ってもらうと P タービランスっていうのが出てきます。はい、で、それを P エミッターと P レンダーの間に入れてやります。すると、先ほどの白い点々が少しこう乱れた形になります。こんな感じですね。はい、で、P タービュランスの、まあ、強度を少しいじってやると、こんな感じで中央の点々が、まあ、画面全体に広がっていくみたいな映像が映し出されます。もうちょっと強度上げて、はい、で、まあ、一旦これは置いといて、次にですね、この白い点々にアイスコーヒーのテクスチャーを貼っていきたいと思います。先ほどのマスクをかけたこのワンセットに、コマンド C コマンド V でコピーしてやります。
はい。で、今この PA ミッターはあの白い点々なんで、あのもうこれがスタートになってるんですけども、これにメディア2のテクスチャを貼ってやりたいと思います。で、どうするかっていうとですね、 PA ミッターのここの領域のところがビットマップっていう風に変えてやると、ここに矢印がつきます。これであのこのメディア2と PA ミッターがつなげるようになりましたので、これをつないでやります。はい。で、先ほどの P レンダーをこの状態でプレビューしてみると、ちょっとすみません、重たいのに時間かかってるんですが、こんな状態ですね。で、あまり変わってないように見えるかもしれないんですけども、 P エミッターの、そうですね、数を3万ぐらいに増やしてやると、はい、こんな感じで、で、さらにここのカラーのところを、領域タブのカラーを使用で選択してもらうと、はい、でこんな風にあのアイスコーヒーの色がちょっとついてきます。で、これを再生してやると、ちょっとかなり、点数を増やすと重たくなるので、コンピューターの処理が追いついてないんですけども、はい、こんな感じですね。はい。で、今ですね、この左側にここのマットコントロールがプレビューされてます。で、右側はこの P レンダーをあのプレビューしてるんですけども、まあこれ見てもらうと、動かして見てもらうと分かるかと思うんですが、まあ、左側のこのメディア2のマスクをかけた部分が点々になってるというような状態です。で、これだと点々にする範囲が広すぎるので、もうちょっとここのマスクを絞ってやりたいと思います。かつですね、こちらが画面に現れる位置をちょっと調整していきたいと思います。はい、こんな感じですか。先にこの PA ミッターがかかる部分が先行して、後からこちらのグラスが出現するっていうような、そういった形にしてます。はい。で、これで P レンダーをちょっとレビューしてみたいと思います。はい。で、そしたらですね、こっちのメディアとこちらのメディアを、合成してみたいと思います。で、合成はこのマージノードを使って、はい、ちょっとかなり重たくなったんで、あの処理が追いついてこないですけども、で、さらにですね、メディア1とちょっとつないでみたいと思います。ちょっと微調整します。さらにこの点々を少し、そうですね、グローをかけてやりたいと思います。シフトスペースで、グローを追加してやって、Trees are in green, the ocean is gray, sky is a veil.
はい、それではちょっとそのいろいろパラメーターを修正しながら微調整したいと思います。でそうですね、プレビュー画面で再生させてみながら自分の気に入るようにパラメーターを触ったり、それからエフェクトを追加するなりして自分好みに仕上げていってもらえればというふうに思います。はい、でまあ、今回は何もないデスクにグラスを出現させるという方法で映像を作ってみたんですけども、まあ、反対にグラスを置いた状態から徐々に消していくっていうパターンでも作れるかと思います。そういう風に作っておけば最終的にはまあ逆再生すれば反対方向の映像にもなりますので、まあ、そちらも作っておいても面白いかなっていう風に思います。でオープニングで使ったのは消していく映像を作って逆再生してます。はい、こんな感じですかね。はい、いかがだったでしょうか。今回は前編後編に分けてフュージョンの使い方についてやってきたわけなんですけども、まあ、このフュージョンを使いこなすことができれば、まあ、結構映像編集の幅も広がるかなというふうに思います。で最後にやったフュージョンなんかは結構複雑な構成になってしまったんですけども、まあ、それでもその基礎さえ分かれば、まあ、意外とできるかなというふうに思いますので、ぜひ挑戦してみてください。はい、ということで今回の動画はここまでです。今回の動画が良かったという方はグッドボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。またコメントなんかもいただけると嬉しいかなというふうに思います。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Maybe I need a break. Maybe that's why I fade into this bitter taste. I think I'll let it be.